ちゃ。こんにちは、豊さん、はい、また今朝ほど速報が入りまして、ねえ、はい、侍ジャパンに選出されている巨人の菅野投手、はい、この度辞退ということで、まあ初戦まであと25日しかなくて、うん、まあこの時期に辞退ということでね、はい、特にあれですか、こう故障があるとかそういった大きな理由が何かあったっていうことではないんですかね。まあでも実際にさ、広島戦で投げてるから。そうですよね、うん、だからその故障だったら投げさせないと、監督がね、うん、でやっぱり自分でいけるっていう判断でまあ投げたと思うけど、はい、やっぱパフォーマンスが上がってないよね、うん、でどっかの故障でまた抹消されたっていう話ではないし、やっぱこう、なんていうのかな、金属疲労というかさ、ことも感じ取れるところもあるしね、はい、で広島戦見てるとボールが全然いってないし、ボールが切れてない、うん、で簡単にホームランを打たれるということで、やっぱ菅野のこう責任感、やっぱこのままじゃとてもじゃないけどジャパンを背負っていけないということで、やっぱ辞退っていうことを自分でおそらく判断したんだと思うんだけどね、はい、で日本のエースと言われる男がこのあと25日の前に辞退ということで、まあ、大変だと思うんだよね、うん、稲葉監督も、はい、でこうプレミア12っていうのはさ、はい、28人登録なんだよ、はい、でもオリンピックになると24人4人少なくなる、だから一人でも例えばパフォーマンスが上がらないとかね、そういうことになってくるとすごく全員に負担がかかってしまうというか、まあ全員といえばもうピッチャーだったらピッチャーの中で負担、その負担を小人間が出てくるという、ですごく緊張感のある大会だけにね、はい、でプレッシャーもかかるし、はい、だからそういった意味ではやっぱ万全でやっぱ出てほしいっていう風な、うん、やっぱ願いはあるよね、はい、でソフトバンクの千賀滉大、はい、まあ、追加招集になったけど、はい、まあ、あの今回の菅野投手が辞退を発表される前に前、ね、中川の代わりということだったんだけども、はい、だから千賀もあれだけの大怪我をして、うん、プレミアじゃない、この侍ジャパンに間に合わすために、オリンピックに間に合わすためにパフォーマンスをずっとこう上げてってるんだったら、うん、ちょっと心配な部分がやっぱあるよね、うん、やっぱあれだけのそのまあ怪我の瞬間も見たけどさ、はい、あれだけの怪我をしてて足に故障を、ね、うん、負って急にパフォーマンスを上げたところで、まあ投げれる状態ではあるっていうんだけどもさ、はい、じゃあフィールディングがどうなのか、一塁へのカバーリングがどうなのか、まあそういうところもまあしっかりおそらくチェックはしたと思うけどね、はい、思ってのこの招集だと思うんだけども、うん、やっぱでちゃんとした状態であればね、まあ千賀なんていうのはやっぱこう日本の大エースだし、やってくれるというふうに期待はするけどね、はいはい、まあ、あの千賀投手も怪我をした時に、まあ、今シーズン難しいんじゃないかなっていう声も聞かれてたと思うんですけれども、まあ、そのぐらいの大怪我だったよ ね、 そうですよね、うん、だから、まあ、ちょっと様子は心配だけども、うん、だから急に直したものっていうのはまたすぐパフォーマンスが落ちたりだとかする傾向にあるしね、うん、はい、だから本当に治ってれば抜群の力を持ってるピッチャーだけに、はい、まあ、菅野が辞退をした、千賀が入った、もうなんかパ・リーグのエース、セ・リーグのエースが入れ替わったみたいな、うん、まあ、そんな感じなんだけどね、はい、でもやっぱり菅野はこれからも巨人を背負っていかなきゃいけないしね、はい、まあ、この事態は、まあ、自分で判断をし、パフォーマンスが上がらないんだったら辞退する、この責任感というのは俺はすごく大したもんだなと思うしね、うん、ただ誰を今度入れるかだよね。そうですよね、うん、ちょっとこういろいろな候補の名前が上がってくると思うんですけれども、うん、 そうだね、そこもまた誰を選出するかっていうのは本当に悩ましいところですよね。だからまあ再編しなきゃいけないぐらいの感じになってきてんのかなというね、うん、はい、だって中川が抜けて先発ピッチャーの千賀を入れた、はい、で中継ぎがちょっと手薄かなっていうことも考えるしね、はい、じゃあ中継ぎを探そうかっていうことにもなるし、はい、じゃあ今まで入ってた、まあ、稲葉監督がやっぱりあのプレミアで、このプレミアで一緒に戦った人間をやっぱり優先的に、うん、でね、俺もね、ジャパンのコーチをやってた時に
札幌でアジア予選があったのね、はい、その時に一緒に戦って優勝してアテネを決めたんだよ、はい、うん、でアテネのメンバーを決める時にやっぱりこう予選で戦ったもの、そういった人たちはその苦しみだとか、はい、プレッシャーだとか、はい、やっぱ共有した仲間じゃない。だから優先的にプレミアに参加した人間を稲葉監督が選びたいっていう気持ちは分かるんだよね。ただやっぱパフォーマンスがさ上がってこない選手を選んだりするとやっぱ本人も辛いだろうし、なんかこうチームにも負担になってくる可能性がある。だからそこら辺はやっぱりよくこう考えてほしいな、はい、まあおそらく絶対考えてるはずなんだけどね、うん、だからそういうところをやっぱこうアテネの経験から言うとなんていうのかな、まあ情があるというかさ、一緒の釜の飯を食った仲間っていうかさ、そういうのはやっぱ大事にしてるっていうのは、まあ、素晴らしいことではあるけどね、うん、まあやはりこう表で見えない部分でのこうチームの結束力だったりとか、そのプレミアの時にこう感じたことっていうのを多分あの重視というか、それも考慮の中に入っての選出だと思うんですけれども、今回のオリンピックにあたっての侍ジャパンっていうのは、この前の相澤選手もそうですけど、こう結構入れ替わりとか事態だとかっていうことが多いように見受けられるんですけれども、うん、まあでもね早く発表してるんだよね、はい、こう侍ジャパンをねメンバーが選出して、うん、はい、というのはやっぱこういう不測の事態に入れ替えができる、不測の事態に備えてるっていうこともあるんだよね、うん、だからある程度こう発表をしといてパフォーマンスが上がらない、まあ怪我が出た、はい、そういうことも踏まえて早めになるべく早く、うん、まあ、招集をかけたとか、はい、うん、発表したっていうことも分かるんだけどね、はい、だけどあと25日しかない、はい、でねアメリカはオースティンだとかマクガフ、ヤクルト、はい、DeNA のそういう人たちもメンバー入りしてるから、うん、オールアメリカンで6チームしか出ないんだけどもさ、はい、まあ、結構強敵が多いよ。そうですね、まあ、韓国も強いだろうし、だから早くこうチームということにおいてはね、まあ、事態が発生したりだとか、うん、追加招集が発生したりだとか、まあ、怪我人が出たとか、なんかこの前でも海が思いっきりバット振って自打球当ててたけど、はい、もうドキドキするんだよ ね、 そうですよね。ああいうでモンドリュって転がってるからさ、はい、ああいう姿を見るとすごくもうヒヤッとするんだよね、はい、だからあと25日しかない。で最短で5連勝かな、5連勝で金メダルが取れるのかな、はい、で最大8試合ぐらいを戦う、まあ、そういう大会だけに、まあ、その中の1試合の集約っていうのはすごい緊張感とプレッシャーがあるだろうし、はい、だから乗り越えられる、また体の万全なそういう人たちをやっぱり選んでほしいなっていうふうには思うけどね、願ってるけどね、はいはい、まあ、今回オリンピック開催が東京ということで、ね、まあ、あのその他のこう遠征に行かなきゃいけないとかっていうものとかのコンディションも考えなくてもいい、考えなくてもいい、地元で開催、いろいろな点での利点はある中で、まあ、はい、でもやっぱりいろいろ注目が集まるだろうし、はい、期待もされてるだろうからね、はい、そのやっぱプロで結成してる以上やっぱみんなの期待に応えるっていうのがプロだしね、うん、だから本当に頑張ってほしいと思うしね、はい、うん、どうなるか分かりませんが、はい、あ、まあ誰を招集するかね、うん、まあ、これはもう今まで散々宮城とかいろんなことは名前は出してきたんだけどさ、はい、やっぱもうこれはもう稲葉監督のまあ一存に任すということで、うん、ね、あんまり推測してもあんまり良くないかなと思いながら、そうですね、うん、だけど投手コーチの立山は、うん、やっぱもう頭ひねってると思うよね。そうですよね、もう熱が出るぐらい悩んでると思うよ。うん、でもいいチームにね仕上げてほしいよね、はい、うん、まずは壮行試合だとか、まあ、練習試合か、うん、まあ、楽天と巨人かなやるんだけども、はい、まあ、どんなチームになるのか、はい、まあ、ちょっと楽しみにしたいと思うし、はい、まあ、あと25日しかないから侍ジャパンということでネタをどんどんこう提供していく可能性もあるという、はい、まあ、試合はもちろんお伝えしますけどね、はい、まあ、それまでにどんなことが起こるのか、あとはまあそれに向けての準備段階でのまたトピックスがあれば、うん、そうだね、はい、伝えていきたいね、はい、はい、